それでは今からゲンチャリで登山道を登っていきます。登山道といっても舗装路です。ただいま時刻13時37分です。気持ちいいですね。7分です、大佐山の車道の行き止まりまで来ました。ここから、徒歩で山頂まで登ってみたいと思います。結構急ですね。はい、山頂公園です。遠くには瀬戸内海がきれいに見えます。12時の方向には瀬戸大橋が見えます。暑いです。汗かきました。南の方を見ますと、見えますか、稲積山から有明浜、そして、阿山山脈の西側の起点余儀崎、その奥に、四国中央市の、製紙工場の煙突が見えています。こちらは正面に雲辺寺山、その奥に、徳島県の山が見えています。ではここで水分補給したいと思います。これおやつですね。1、2、3本。はい、これで8キロになります。10キロはきつかったです。それでは今日のセコップの記念にメモ帳に書きたいと思います。令和5年7月2日日曜日、現在時刻が14時30分、大浅山山頂公園。今日は牧歌トレーニングですのでピークは取りません。阿比美子さん、そしたら今から下山したいと思います。片付けします。
はい、それでは、瀬戸内海の景色を名残惜しんで今から下山したいと思います。梅雨の晴れ間の、貴重な時間ですね今日は。はい、それでは下山したいと思います。足元気をつけてくださいよ。私どんくさいですから、すぐ怪我しますんで。はい、それでは来た道を帰りたいと思います。水8キロを持ってきて、1リッター消費しました。なので今ザックに背負っているのは7キロです。牧歌トレーニングにはなりませんけど、私にとっては牧歌2回目ですから、下りはいいんですけど上りが大変でした。頸椎がずれるような感じになります。今日は先週の、富根山に比べて歩く距離も短いので、そんなに息は上がりませんでした。足元が濡れていますので滑らないようにゆっくり時間かけて降りたいと思います。遊歩道が整備されておりまして、両側の草も刈られて整備がきちんと行き届いております。長いものも今のところ現れておりません。牧歌トレーニングをもっと重量を増やすためには、今のリュックより倍ぐらいのザックを買わないといけません。初心者用のザックでは、10キロ以上は無理です。なので嫁さんに交渉して買ってもらいたいと思います。さっき私が積んだ、ケルンの一番上のが見えてます。わかりますか。私が積んだケルンです。ここから木段があります。かかとを先につけながらゆっくり降りたいと思います。落差はそんなにないんですけど、油断は禁物ですね。あ、これですかね、私が積んだケルン。忘れました。皆さんのようにトントントンと降りれるようになれたらいいと思いますね。亀ですからそんなことしたら怪我します。このスピードが今の私には
限度ですね。ゆっくり深呼吸しながら降りると楽です。昨日人間ドックに行ってきたんですけど、肺活量とかの検査は異常なかったですが、相変わらずメタボと診断されました。春から減量にチャレンジして5キロは落ちたんですけど、それから先がなかなか落ちません。尻餅つかないようにゆっくり降りましょう。ではまたバイクのところでお会いしましょう。はい、バイクのところまでもう少しで降りてきます。結構下りは早かったですね。メガネが汗で曇って前が見えません。足元注意ですね。これどうするバイクあるんでしょうか。ありますね。よかった。はい、車道まで降りてこれました。はい、お疲れ様でした。はい、車道まで降りてきました。では今から、ゲンチャリでゆっくり降りたいと思います。はい、現在時刻は2時47分です。では降ります。あー涼しい、気持ちいい。気持ちいいですね。夕べの雨で濡れているところがあります。そこには苔が生えておりますので、滑らないように、スピードを控えめに降りたいと思います。ちょうど、タイヤが踏まないところ、道路のセンター側に、苔が生えております。注意ですね。はい、分岐点まで、降りてきました。ここを、右に行くと、コンピラ山に行けます。2.6 キロ。